シリーン地図グーグルマップ六鉱山神社六甲、山の神社は兵庫県西宮市山口町六鉱山最高峰から東へ1キロメートルほど隔たった標高8 4 0ルの見晴らしの良い峰に鎮座する神社祭神から白山の宮とも称される石の宝殿と呼ばれる大きな石祠があることで著名くくり姫命を祭神とする 加賀国白山の白山美名神社に同じ、伊丹市中野北の六甲山大権現の同表に示されるように、六甲山の神社境内の石星の神殿の奥に、六甲山大権現が祀られている。これが神社名由来の古くからの本来の主催神と考えられる。六甲山石の宝殿が、厚生領具絵ずに、西宮神社とあること、六甲山全域が、 かつての広田神社の車両であったこと、六甲山がかつては甲津峰と呼ばれていたことから、広田神社祭神、道坂紀玄魂天書無吉姫命の,地の奥の宮として捉えることが、整合性を有すると思われる。創氏の年代は不明。石の放電は、石扉の国名から慶長18年、西宮ふるさと民話三小祠が設置される前から、この場所は霊場視されていて、 いくつかの言い伝えがある。六甲山は山伏や天狗に関する多くの伝説があり、昔は山中には八十八の社があって、それらの中心である石の方伝から神々が四方の鉱山へ修行へ出たと伝えられるが、山岳信仰により中世に白山修験の山伏が開いた修験道の霊山であったと考えられ、社殿には白山の古文書が伝えられている。田辺正人は、 著書、神戸市の伝説審判内で、おそらくは中世末に山稼ぎに入っていった登録の、鮭教の人々が霊場として見つけ、彼らの氏神である、西宮神社の抹茶としたのだろうと推測している。なお、完成元年に、諸説あるが、西宮市立郷土資料館西宮市、教育委員会による西宮ふるさと民話を参考にし、また、 古式岩神社にも六甲山の神社が抹社として祀られていることを考えると古式岩神殿の村人が建立したと見るのが妥当ではないだろうかその後諸藩の事情があって西宮神社抹社、また広田神社抹社として祀られているようだ古来より雨乞いの場として利用され日でりが続くと山麓の村々の農民が般若神業と雨乞いの呪文を唱えた 石の放電は、船坂川、新川、芦屋川、住吉川などの分水霊場にあり、神戸市東灘区から西宮、宝塚、さらに北上地区の唐敷に至るまでの地域はもとより、摂津国外からも雨乞いに来たと古文書にはある。東灘の小路村では、干ばつの夏に、村人がここに一晩こもって、半夜新行と雨乞いの呪文を唱えたが、夜が明けても雨が降らなかったために、 沢谷を捕まえてきて放電に投げつけて帰ったところ、神の怒りで雨が降ったという。隣の田辺村では、山同をしても幸運がないと甘返るように引き石祠にすりつぶして帰ったと伝えられる。現在でも水不足の檻には、周辺各市の水道関係者が、ここで行者に雨乞いの祈祷を頼む。また、祠脇の縁起書には、水商売繁盛の神と説かれている。 ありがとうございます。